達也。やってるんだい。青木、哲也と交代の準備をしろ。はい。続けさせなさい。見ろよ。ゲームに出られる状態じゃない。このまま使い続けるのは、あんたたち女の子のそのチャラチャラした髪を丸坊主にするぐらいありえないことなんだよ。なんだ、そんなこと。え？そんな簡単なことでいいの？近くに美容室はあったかしら？床屋なら学校の前に。レイコ、ちょっと何を。今から坊主にしてくるから哲也君を使い続けなさい。分かった。ああ、本当にいいんですか？ええ、よく言ってよ。一気にやっちゃってちょうだい。でも丸坊主って。早くやりなさい。はい。これで白鳥玲子もおしまいね。早くやりなさい。はい。これで白鳥玲子もおしまいね。どうしてこうなっちゃったの？この白鳥玲子が男の人に尽くすなんて。かっこ悪いよ。哲也君、試合は？交代してもらった。どうして？せっかく。もうやめろよ。そう、私は尽くされる側の人間。哲也君に尽くされるはずだったのに。こんなのかっこ悪すぎるよ。俺のためにこんなことするのもうやめろよ。でも気持ちいいよ、哲也くん。試合が…あ、れ、玲子？哲也？しっかりして！おじさん、救急車！